はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。4時をちょいと回りました。9月は11日の月曜日でございまして、ドルウォン、頑張ってますね。1329と、まあ1320台に持ってきましたね。今日は頑張ってますよ。まああんまり力強くはないですけどね。ドル円はですね 146.10 と、あ、こっちもですね円高方面に持ってきましたね。ということはですね、ドルが安いということですね。安いということは金が上がってるはずなんですけども、ゴールドはですね、上がってんのこれ、上がってんのか、ドルが上がってる、金が上がってる、ドル安い、円高い、そうですね。1953と若干上がってるんですね。でもそんなに大きな動きじゃない。原油87に乗せましたね、また。これはですね、高いです。不思議ですね、原油が高いのは。よう分からんけど。はい、ですね、本題は中国でございまして、時事 .com が珍しくですね、突っ込んだ記事を出していまして、これは今日ですね、14時と言いますから、今から2時間ちょっと前ですね。で、中国ウォッチ、中国軍が大粛清か、習主席の行動にも異変というですね、ほうという。長いんですけどですね、ちょっと読んでいきましょう。中国軍の大規模な粛清が進行しているようだ。これね、軍の粛清ってすごいことなんですね。核ミサイルなどを保有するロケット軍の司令官らが解任されたほか、消息不明や自殺とみられる不審死のケースが続出。不穏な政治情勢の下で習近平国家主席の行動にも異変が見られる。お書きになっているのは解説委員西村哲也さん。改革で、事件は全て調べ、腐敗は全て罰する。ロイター通信などによると、中国国防省報道官は8月31日の記者会見で、ロケット軍司令官と政治委員が更迭され、義鳳和ですかね、前国防省初代ロケット軍司令官の動静が全くわからないことについて問われ、こう答えた。おいおいおい、大丈夫かみたいですね。反腐敗絡みであることを事実上認めた形だ。もうね、腐敗と言うてても、実はね、腐敗と違ってクーデター未遂かもわからないですよ。中国軍は7月31日、ロケット軍の李玉朝司令官と、中派政治委員が解任されたことが公式報道で判明した。ロケット軍は陸海空軍と同格の大部隊ですね。じゃあ4軍のうちの一つということですね。その両首脳が同時に交代するのは極めて異例。司令官というのは本当の軍の司令官で、政治委員というのはそこにくっついている共産党の人間なんですね。まあ簡単に見張ってるわけですね。お前ら共産主義に反したことせえへんやろなっていう、そういう感じの自分で見張ってるわけですね。ロケット軍については香港メディアなどで、司令官らが軍内の共産党規律検査委員会に調べられてると報じられていた。っていう感じですね。後任の王浩賓かな、司令官は海軍出身、徐清浄政治委員は空軍出身。政治委員に空軍も海軍もないと思うけど、まあ、一応得意分野ってあるんでしょうね。ロケット軍司令官が他の軍種から起用されるのは初めてだと。要はミサイル部隊ですからね。副司令官や副政治委員の更迭説もあり、同軍の首脳陣全体が粛清された可能性があると。これはザクザクのですね、スクープ最前線ではですね、ロケット軍1000人がクーデターを計画して失敗したというようなことが書かれていましたね。
粛清の規模から見て単なる不正や不祥事が原因とは考えにくい、OB も含むロケット軍全体と習主席の間に何らかの政治的対立が生じたということであろう、クーデターちゃうの、クーデター見せちゃうのと思いますけど、中国の権力闘争では完全な敗者は不正の有無にかかわらず腐敗分子として断罪されると。7月4日にはロケット軍の元司令官が死去、当初病死と伝えられたがその後自殺だったことが明らかになっている。粛清が OB にも及び追い詰められたと見られた。国軍以外でも国家主席や政権最高幹部の警護を担当する党中央経営局長（括弧中将）をかつて務めた王将軍氏の死去が7月24日に発表された。これも病死とされたが公表が死亡から3ヶ月も経っていたことから死因を疑う声もある。つまりですね、警護部隊ですね、ボディーガード部隊の OB が死んでいると。なんなんそれは異変が起きているのはロケット軍だけではない。サイバー戦や宇宙戦などを担当する戦略支援部隊の許寛生司令官も公式行事の欠席が続き、失脚の噂が流れている。同部隊では昨年宇宙部門の責任者だった副司令官が一旦第20回党大会の代表（代議員）に選ばれたにもかかわらずその後外された。未だに消息不明で規律検査員に拘束されたと思われる。どないさん大丈夫まあですね、以下続きます。こんな人こんな人こんな人がみんな辞めてんでと。で飛ばしましてですね、今年習主席の外国訪問はこれまでにわずか2回、ロシアと南アフリカでいずれも訪問先の周辺国には行かなかった。コロナ禍前の2019年7月の外遊で計13カ国を訪れたのと比べると大きく減っている。習主席は9から10日の20カ国地域 G20 首脳会議にも欠席し、リー・チャンを派遣したと。でブリックスの会合には出たけどもですね、出てインドのですねモディと喋ってるわけでありますから、その今回のインドでの G20 をサボった理由はインドとの関係が悪化しているからではないということだというふうに書いてあるんですね。でブリックスの会合ではですね、ビジネスフォーラムで予定されていた演説をこう急遽キャンセルしたと。そして習主席は那覇から帰国した直後、北京ではなく新疆ウイグル自治区のウルムチで大規模な会議を開催。外遊同行者や地元高官に加え、わざわざ北京から軍制服組首脳や治安部門のトップらも参加させ、安定の重要性を何度も強調した。ちょっと飛ばしますね。最後です。習主席の一連の行動はあたかも自らの身の安全や正常な安定に関して何か不安を感じているかのような印象を与える。その主な原因が軍との関係にあるとすれば、3期目の習政権は重大な不安定要素を抱えていることになる。毛沢東、鄧小平時代を見ればわかるように、中国共産党政権では往々にして軍の意向が政局の行方を大きく左右するからであるということで締められています。ロケット軍を中心に何かが起きたことは間違いなさそうですね。加賀武さんの言うのにですね、あれですね、加賀さんの言うようにですね、スクープされてないの、あれではクーデターである可能性もあります。だからロケット軍というのはロケットを撃つミサイルを撃つ部隊ですから、クーデターをするにはですねちょっと種類がちゃうやろと、まあ、陸軍部隊かですね海軍の陸上戦闘部隊みたいなものがやるとすれば主力になりそうですけどね。
でも何か異変があってトップ全部飛ばされたわけですね。何か起きてるんでしょう。きっと何か起きてるんです。これ後で分かると思います。中国の場合は後で分かります、こういうことについては。で、習近平さんかなりビビってるという感じがしますね。だからもしかしたらね、このあと1年以内ぐらいにですね、習近平さんを下ろすような動きが出てきて、それが成功したりする可能性はないとは言えないですね。ただ再々申し上げている通りですね、中国で共産党の中国になってからですね、クーデターみたいなことが成功したことはほとんどないんですね。トップを引きずり下ろすっていうことに関しては、わずかにあるとすれば文化大革命の時の劉少奇なんですけども、この時には毛沢東というですね、なんていうかもうトップがいたわけですよ、実質的なトップが。で、形式的なトップのですね、劉少奇が引きずり下ろされたんですね、文化大革命において。それ以外でね、トップのトップ、本当のトップが引きずり下ろされるということはなかったはずです、私の記憶によると。で、習近平今トップのトップなんですよ。これが引きずり下ろされたらですね、歴史を変えますね。まあもちろん習近平自体が引きずり下ろされればですね、もうこれは歴史的なことですけど、共産党の歴史をちょっと変えるかもしれませんね。まあでもこういうニュースを見ているとですね、まあ起こり得るかもわからんなと思えてしまいますね。今読みました。 gg.com のアドレスを貼っておきます。今どうぞ8割ぐらい読みました。はい、皆さんどうもありがとうございました。